はい、こちらワールドマップ今回、はい、あの新しくご用意したものなんですけども、はい、まあ、今あの創作キャラがソフィーちゃんですね。はい、ソフィーちゃんだ、うん、戦いたくない。あ、やっぱり普段ね世界観が厳しいです。そうですよね、そうだよね、クッキー作ってた、はい、でそんな中 で、はい、こちらがあのオーカのアイコンが出てるところを選んで戦いに行くと、うん、これこの戦いに勝つとオーカが仲間になるというような仕組みですね。ほうほうほう、まあ、ちょっとやってみたいと思います。はい、そんな、うん、あ、玉ちゃんキャラかわいい。でこれちょっと前前提として、はい、あの、まあ、長雲ですね、長雲がちょっと、まあ、なんか追い詰められてると、うんうん、ピンチだというような設定ですよね。ここやばいぞと、シリアスな、お願いします、あの長雲がやられている、どういうことだっていうような、長雲、うんうん、が勝てない相手が勝てるんでしょうか、うん、本当ですか、ね、か弱い女の子たちで、いや本当ですよ、気になる、大丈夫か、大丈夫かな、うん、という前置きがありまして、はい、はい、じゃあ早速行ってきます。長雲様が危険です、急ぎ救出に向かいましょう。急いで救出しましょう、頑張れ、うわすごい、おいっぱいいますけど、いやすごいやるねなかなかそうだね、救出してるよ、周りに、あんなに嫌がってたのに、ちょっとこの世界ではなかなか、そうなんです、アグレッシブなのに、そうなんですよ、おふうなさんの背中が可愛くてしょうがない、まあ、おふうなかけ回ってます、かわいい、かわいい、攻撃してる、本当だ、かわいい、いいですね、おで今回、まあ、無双シリーズということで、まあ、簡単なアクションで楽しみお楽しみいただくということで、四角ボタンと三角ボタンの組み合わせで、はい、まあ、気持ちよく攻撃が出せます、うんうん、確かに見ててもなんか爽快感がありますね、はい、そうですね、そこは一番大事にしているところなので、うん、あの変わっていません、うん、ご安心ください、そうしないと、敵をいっぱい倒して、はい、まあ、拠点なんかがありまして、はい、拠点のボスを倒すとその拠点が取れるといった仕組みも、まあ、この辺も無双シリーズの、うんうん、まあ、従来のところを踏襲したような形ですね、はい、なるほど、落ち着いて私の話をしました、そう、お、そうなんだ、お、あ、おや、なんか、うわ、なんか強そうなの、すれ違いが生じてるらしい、すれ違いが生じてる何があったの、絶対会話の中でこんなモンスターですね、これ、はい、あの、浅野さんも、はい、見たことあるかもしれないですけど、はい、これ陶器殿のモンスターですね、そう、普段あんなのと戦ってる、いやー大変それはそれは緩い世界観にはいないようなすごい高い怖いやつ、そうですね、怖かったですね、この辺りを荒らす山賊を討伐しに来ただけだ、なんしてそのようなことは、なんか血は殿下みたいなのをしてます危なく覗きが見つかるようになったぜ、誰だか知らない、荒の疑いをかけられてる、罪をかぶってくれてありがとうよ、なるほど、二人がやり合ってますね、死ぬにはしない、あ、現れた、お、はい、お、のぞき間に仲間がいたとはな、ちょうどいい、まとめて撃ってる、何を妨害してる、容赦ない、あんな可愛い女の子をボコボコにしてくれました、ひどいひどい、あれもなんかシールドみたいな、そうなんです、これ大川です、無敵になるっていう、無敵になるんですか、そんなスピードが使える、手強い、覗かれる言われはない、すごい、やっぱあれですか、みそぎってのは全裸の状態で見られたことがどうですか、全裸ではないと思います、全裸ではないんですか、さすがに守られてました、原作でも、はい、ちゃんと布は着てました、よかった、なるほど、いやあれも強いな、なかなかだってまだ全然ゲージがいっぱい、そうなんですよ、ちょっと急いで過ぎました、頑張って、でも怒りに我を忘れてるのかもしれないね、あーもうそうですね、無敵モードになっちゃったから、うん、あーちょっと待った、容赦ねー、今のはえげつない、そんな時はヒーロースキルというのがありまして、まあ、いろんなあの連れて行ったキャラクターの特徴のスキルが使えて、それでパワーアップしてますので、そういった時にチャンスが、うわなんかだいぶ減ってきた、私オーカとしては複雑なんですけど、そうですよねでももうあー僕はほら振りされてる、いったんじゃないか、あ、おぉ、そのまま行け、うん、あー、プラチモの目、神妙にしろ、はっ、おのぞき魔にはもったいない腕だな、
すまない。やばっちゃん、誤解を生むから。おかしいだろ。否定するの遅いよ。しかし、タイはなくともあなたには嫌な思いをさせた。真面目ですからね。かよ何かの間違いです。お、長雲様は誠実で立派な方です。勇気がある。てめえらふざけるなよ。俺たちの縄張りを荒らしやがって。のぞきよりよほど悪いことをしていそうなやつらだな。そうだね。こいつらを倒すまで一時休戦だ。おう、さっさとこっから出ていきな。ということで、さっきまで、はい、まあ、いざこざあった大賀が仲間になって一緒に戦います。なるほど、ここからそういうことか。僕は壊滅するはず。本当だね。正面の賊は数が多く、かなり手強そうだ。まだ和解はしてないけどね。そうですね。確かにまだわだかまりが仲間になったない。背後に回り棟梁を撃て。すごいいっぱい。今回ちょっとアクション的なところの新要素もう一つご紹介すると、ヒーローチェインというものがありまして、一時的に味方に連れてきたキャラクターにチェインで、こんな感じですね。そのキャラクターを操作していく。さらに先ほどまで操作していた装備が横について一緒に戦うっていう形で、これが2人だけではなくて、さらに3人で、すごい、何これ、すごい、みんなでわー、これ誰を操作してるんですか。今操作してるのは真ん中の両方ですね。もう一人、じゃあ大元気。おお、すごい、すごい、運動会みたい。なんだっけ、ユニットみたいになってます。急になんか、それであの柔らかい感じ、まあ、一斉にこう一斉攻撃で殴り殴りしたりとか。そうですね、5人には7分。奥浦はですね、ちょっと今さっきスキルを使ってしまったので。あ、なるほど、はい、というような要素があるんだかですね。楽しいですね。あとは定番のキャラクターですね。かわいい。本来はですね、これブレイブっていう仕組みがあって、門番は7で自分が3なので、ちょっと今辛い状況なんですけど、ちょっと急ぐのでご了承で行っちゃいます。ご了承いっちゃいます。なぜそんなに堂々と背を預ける。私は君のことをまだ信じてはいないんだぞ。まだ信じてないぞ。まだのぞき場だと思ってるかな。そう信じてる。だから長雲が真面目なので信じられる。よくやってくれた。あの少女を見ているとキッカーを思い出す。まあ、ちょっと原作のまあエピソードというか、設定を踏まえたりしてるんですけど、はい、ヒラの大事な妹ですから。はい、で、アクションのもう一つ、無双フィーバーでやってみたいと思います。ほうほうほう、はい、こちらです。あー、光棒のやつだ。あれ、楽しいやつ、楽しいやつ、応援してる。それはやっぱ頼んでた。そうなんだ。ライブ会場で。めっちゃ応援してる。これ応援してるのに見える感じで。あ、すごい。リアル、リアル応援。楽しい。最高だぜ。最高だぜ。すごい。これがあの無双シリーズこれまでなかったようなさらに上行く爽快感を実現するということで、今回取り入れたようですね。はい、じゃあ一気にね、キリアまで行きたいと思います。はい、あ、なんか今ケンダマが何か言ってた。ケンダマじゃないですよ。ケンダマじゃないですよ。オフーナが、オフーナさん。お、
怒ってるかよく分からなくなってきた。だいぶあのスキルを重ねがけして、あのいろんなスキルを発動して一気に倒したって感じですね。まあ、いろんな戦い方できますの で、はい、自分なりの楽しみを見つけてもらえます。なるほど、面白かったです。まあ、そんな感じで、あのもともと超運と桜花っていうのが、まあ、ぶつかることはないんですけど、この作品ならではのそういった戦い方とか、まあ、そんな中で、まあ、こういったあれですね、シチュエーションにいろんな楽しみがございますので。でもこれこう違う作品を入れるってことはですよ、各ブランド の、 そのまあ偉い人とかにこうなんかセリフを監修してもらったりとか、大変だったんじゃないですか。あ、そうなんです。本当にもう一個一個、セリフ一つずつ確認してもらっていて、承知した。でもそこをやらないとその公式っていうのは出ないので、しっかりあの、まあ、社内ではあるんですけど、そうですね、もうまずは飲みに行って仲良くなるとこから大事大事大事。そうか、そうやってこうすごくこう話し合いというか、打ち合わせを重ねてこういう一つの作品になったんですね。本当にあの太鼓判を押してもらえるまで何度もやり直して、もうセリフもそうですし、キャラクターのモデリングもそうですし、はい、素晴らしい。そして総合評価 A。 これであれですか、仲間になった、ここで。そうですね、あのこれ戦後結果でいろいろもらえたりとかがありまして、いうことが分かったりとかありまして、ほうほう、で、はい、桜花が仲間入り。やったー。そっか、じゃあ友達を作るってのはこの一連のさてください。おお、なんかすごい、お、派手なところにいますね。そうですね、あ、そうだ、せっかくなので、誰を使うかとか、募集しましょうか。じゃあコメントで、コメントで、ぜひぜひ。全キャラクター出てくるか分かる。本当ですね、はい、どんなキャラがいいかしら。どうだろう、なんかほのかちゃんが出てますね。今出てる、かわいい、もうすでにかわいい。マリー、マリーありがとうございます。オプーナ、オプーナ、マリー、はい、ノブニャガ様、ノブニャガ様、確かに私も気になってるんですね。まあ、せっかくほのかに会ってたらほのかにしましょうか。そうですね、じゃあ誰か適当に連れて行って全力を尽くします。たまきちゃん、はい、ちょっとほのかで行ってみたいと思います。はい、こういったあのステージもいろんな作品から持ってきてるので、あっ、あと驚くような、だからカジノもある。今回はそうなんです、あのリオのステージとして、はいはい、まあ、こちらカジノのステージを、まあ、作り上げてしまった。なんかでもほのかあの制服っぽい服を着てるじゃないですか、はい、これでなんか行くってね、いけない感じだね。確かに、ほのか入れたよ。あ、入れない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 、入れちゃいました。入っちゃったよ、入れちゃいました。入っちゃったよ。いいのかな、ほのか、これ世界観大丈夫なの、ゲートアライブの。そうですね、ちょっと開店休業中かもしれないですね。ああ、そうですね、そっかそっか、プレイをしなければ、そのゲームをね、ファニーのをしなければいいか。で、ちょっとお見せしたいのはですね、まず、あ、そうだ、いっぱい走ってるところで見せればよかったんですけど、今回こう走りながら攻撃を絶え間なくできるっていうのを入れてますので、あの移動しながらどんどん敵を倒していっていただけると。あ、なるほど、すごい、足を面白い、これめっちゃ楽しい。立ち止まらずに、そうなんです、で攻撃するとこうやって止まっちゃって、はい、まあ、移動してる最中、そうですね、高速移動兼行動、そうなんです、攻撃みたいな、そのまま戦えるっていう形で、めっちゃいいですね、これ、まあ、こんなのがあったりとか、あ、気持ちいいんだね、やっぱ、気持ちいいですね。そう、ちょっと玄人好みかもしれないですけどね。おー、玄人、いやいや、そんなことない、いや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 、爽快感がありますね。まあ、あとはですね、こういった攻撃の後の、まあ、硬直時間ですね、これを、まあ、キャンセルして、そのまま戦えるっていうのを入れてまして、これ普通は硬直時間っていうのがあるんですか。そうなんです、あの動きが元に戻るまで時間かかるんですけど、 そうですよね、そこがあのすぐにキャンセルしてそのまま戦える。いやー、それもいいですね。これ今わざか出る前にキャンセルしちゃったんですけど、はいはいはい、あ、そうか、タイミングわざか出たらちょっとやってもらうと、あの好きなく戦えるっていう感じで、その辺も到着時間にやられちゃったりしますもんね。そうなんです、あ、どうなんだ、アクションゲームをお楽しみいただいてる方には良いかなって、うん、そうですね、これなんかゆかちゃんに刺さってみる、いやめちゃくちゃいいと思います。ハプニング的にですね、純銀隊長なるものがなんかね、光ってる人が、どこぞの RPG の人みたいな、あの経験値いっぱいもらえる人です、これ。ああ
メタル系のそういうことよね。メタルなんちゃらですか。そうなんです、メタルじゃないですよ、純銀です。純銀です。メタルっていうといろいろ問題が結構被ってきて、こんなのがあって純銀とか黄金とかありますんで、はい、これちょっと強いんですけど倒してもらうといっぱい経験値もらえたりお金もらえたりしますんで、まあ、こういったちょっと小ネタもあったりします。そうだ、ちょっとさっきのヒーローチューンと合わせて、ここ喋るんですよ、あのさっきご紹介してなかったですけど、まあ、この辺もすごい、人見たかわいい、それでですね、足を止めずにゴリゴリ行く。すごい、なんか同じ振り付けで踊ってるみたいに。そうですね、ライブ用です、ね、これは楽しい。もう爽快感重視でやってます。いや、そうですね、はい、そんな感じで楽しんでもらえればと思います。で、もう一点ですね、ちょっとですね、今回フリーシナリオの仕組みを入れたので、うんうん、どういった形でストーリーが分かれていくかっていうのをですね、はい、あのプレイされてる方もあのその辺が知りたいというのがあると思うので、うんうん、あのゲームの中にバトルの噂というのがあって、噂、そこでですね、いろんなバトルの、まあ、発生条件だったりとか、これをクリアしてこの仲間がいるとこんなバトルが出ますよっていうのが、うんうんうん、いろいろご用意してますので、うんうん、あのやり込んでいただく方とかですね、あのこのエンディングを見てみたいっていう方はですね、こういうのを確認してもらいながら、やばいネタバレ、え、まあそんなのがネタバレ大丈夫ですか。そうそう、はい、もうそういうのでやってみてください。あの仲間にするバトルの条件なんかも、まあ、これはちょっと単純ですけどね、あったりもするので、それと確認してもらいながら遊んでもらえばと思います。でここはですね、あの仲間のキャラクターたちが集まる聖域という場所なんですけども、はいはい、まあ、その中でそのヒーローカード、いろいろ集めてきたヒーローカードを、まあ、カスタマイズする、まあ、お店みたいのがありまして、はい、まあ、そこで好き勝手というかお好みのようにカスタマイズできる。でまず右側に出てるのがこのヒーローカードで、まあ、攻撃力があったりとか、下の愛着度っていうのはこのカードを装備してやり込んでいくとだんだん攻撃力が上がっていくっていう要素ですね。ああ、そうなんですね、まあ、仲良くなると強くなるんですね、はい、ああそうです、うんうん、カードとも仲良くなる、はいはい、まあ、そういうのがあったりして、あとはそのカード効果というものにですね、はい、まあ、素材をいろいろ集めてきて、まあ、その素材をもとにいろんな効果をつけていくと、まさにアトリエみたいな感じですね。はい、そうですね、錬金こそしないんですけどでも付与が、ね、できる。そうですね、いろんな素材集めてくるっていうのは同じ。空中にゃんてん、にゃんてん、にゃんてん、これ気になるんですけどね。名前はこんなんですけど、はい、あの効果は至って真面目な。あ、そうなんだこれ、ノブニャガ様のちょっと、はい、ですよね、はい、にゃんを入れてたりとか、まあ、これいろいろあって、まああの無双シリーズでまあ、いろいろあった懐かしいねと思うような、うんうん、ちょっとそういった効果もあったりするので、はい、まあ、いろんな素材集めてきてカスタマイズして遊んでほしい。これやり込み非常にいろいろできますので、まあ、効果があるのと、あとは属性っていうのがあって、そのカードにいろんな属性をつけられます。でこれは通常攻撃とかあの強攻撃なの効果が出ると、雷だったら敵がしびれてとかそういう形ですね、うんうん、なんか愛属性とか、ね、愛属性、愛属性って何ですか。愛属性っていうのがですね、ちょっとこれ ややこしいっていうか、ややこしい、なんか前の放送でもいろいろ突っ込まれてる、なんだよこれってあったんですけど、はい、これはですね、これ愛属性つけると敵を魅了っていう状態にできまして、敵が魅了するされると、うん、あとそのしばらく時間が経つと、うん、まあ、失恋というかハートブレイクして、はい、バーンってやられちゃうっていう、そうなんですね、謎の効果が、 謎っていうところが、いや面白いですね、ちょっと変わった効果があったりして、そうそうそう、そうなんです。あ、なんかメロメロになって弱くなるとかじゃなくて、なハートブレイクしてやられちゃうんですね頭の上にこうハートがチラチラって出て、はいはい、あ、気持ちいいのかなって思ったらボーンってやられちゃう。わー、なんて残酷、恐ろしい本当だよね、許さんっていう感じですよね。厳しい。まあ、そんなのもあったりとか、あとは無双シリーズ定番の氷とか炎とか、まあそういった属性もあるので、従来あのシリーズされていた方には馴染み深いかなとは思います。まあ、こんないろんな効果をつけて
あのしっかり楽しんでいただけますというのがあるのと、はい、あとはですね U コードっていう仕組みがあって、うんうん、まあ、こちらあの各キャラクターとの間に U コードがあって、うんうん、あのこの5段階ですね、ま、画面真ん中のところの面識から親愛まで、うん、5段階あって、これをだんだん上げていくと、うん、あの特別な会話が出たりとか、うん、イベントが発生したりとか、やっぱ出れたりするんですか？出れます。あら、おお、出ますよ。特別なイベントではいろいろ。うわ、そうなんですね。すごい、呂布を出れさせたい。呂布を、え、オプーナとかも出れるんですか？オプーナはそんなに出れないかな。やっぱ勇者様だからちょっとそんなに出れない。そこは硬派な。なるほどね。でも面白いですね。で、そういったイベントがあるのと同時に、ですね、友情アビリティというのがあって、いろんなキャラクターと仲良くなると、うん、こういったあの戦いで有利になる効果がいろいろと解放されると、うんうん、で右側にあるのがいろんな条件なんですけど、うんうん、今6分の2、一番上の遠距離ダメージ軽減というやつの6分の2、6個あるうちの2個は解禁されてますということなんですけど、うんうん、まあ、これをだんだん仲良くしていって、これを埋めていってもらうっていうのと、うん、まあ、あとはあのこの分母の数字がキャラクターごとに違ったりして、うん、例えば呂布だとこういった攻撃力が上がるっていうのが9とかあるんですけど、はい、まあ、他あの周走とかいう俊速なキャラクターはスピードが上がる系がいっぱいあのつけられるというか、分母が大きくて伸びしろがあるっていうような形になっていて、そういったキャラクターの違いも出てきますので、いろんなキャラクターを特化引っかえして楽しんでもらえればなっていう、うん、なるほど、楽しいですね。はい、まあ、そんな中だから、あのキャラクターを楽しんでもらいながら、あのゲーム要素にも絡んでくるので、うんうんうん、あのキャラクターが好きって方もアクション団体で、はい、これもまだお見せしてないものなんですが、ほうほう、初公開ですか？そうですね。例えばキャラクターのボイスをいろいろ聞けたり、すごい、ボイス、まあ、せっかくなので皆さんも挑戦しましょうか。恥ずかしいですね。もう本当だよね。戦ってない時にハーとか言うの聞かれちゃうわけですよね。ソフィーちゃん、ソフィーちゃん、あ、ちょっと、行きましょう、行きましょう。あ、はい、ほんとに、かわいいじゃん。そうなんです。私だってできるんだから、エコーがかかっていい感じ。まあ、こんなのがあったりとか、あ、まあ、あとはですね、イベントシーン、うん、これはさっき U コードと風呂場って風呂場イベント見たく、風呂場イベントそう、 U コードがあの高まるといろんな専用のイベントが出てくる、これ今フルオープンになってるんですけど、あのこんな中で皆さんいっぱい収録されたと思うんですが、このキャラクターごとに全部用意してますので、これもうこれ全部聞くだけでも相当な時間がかかるっていうぐらいありますので、あのしっかりとキャラクター性分かっていただけると思いますので、ぜひぜひこれやり込んでほしいな。フローバーも同じですね。フローバーもいっぱい、いっぱい、すごい、すごい、すごい、もう誰のアイデアでこんなにフローバーのイベントって考える人も大変だったでしょうね。まあ、それと合わせて、まあ、辞典の要素もあったりして、あの、うん、辞典、キャラクターのことあんまり知らないとかいう人が、あ、めっちゃいいですね。各キャラクターの情報もありますし、用語辞典もあるので、ありがたい。あ、そっか、じゃあ知らないゲームのことも、知らないのもあのしっかり分かりますので、うんうん、これなんだろうっていうのはこういう辞典見てもらったりして、あ、よく知ってほしいと。すごい、明智ミスフィで、ミスフィでですね、なるほど、手厚いですね。そうなんです、本当いいですね、便利ですね、ね、まあ、そんなところでですね、まあ、せっかくお風呂の話も出たので、はい、皆さんご期待、画面お願いします。え、ちょっと待ってください、はい、あれ、いきますよ、いきますよ、男湯、男湯、これあの途中止まんないので、あのよく見ててください。はい、はい、ウィリアムさん骨目なの。びっくりした、ちょっとびっくりした、これ、いや、これすごいです、こんな、あれ、あ、こっちもありなんだ、こんなになってるの。いや、コメントの皆さんが楽しみにしてたのこれかな。大丈夫、あ、終わっちゃった、さらっと終わって、さらっと、あ、なんだ、もう煽るな、本当に、はい、ほら、もうここでね、女性キャラですから、見て、見ちゃっていいのかな、よかった、
はい、行きますよ。いやぜひ行っちゃいましょう、はい、どうなるんだどうなるんだ、ドキドキする、ね、大丈夫かな大丈夫かな、うん、放送できるかしら、あらおお、あれ、はい、皆さんですよ、あみんなだ、あいる、私たち、あらお、はい、マリー、お団子だ、はい、かわいいですね、今にも落ちそうおおあなるほど、楽しみましたと、はい、まあこんな感じであの、はい、さあどうですか、はい、おかわいいですよ、ほらあれあれこれ目の前にいらっしゃるいるでしょ、違うさんがこの緑色のアフロがあの今回の僕の主人公キャラだったでも、うん、いやいやそうじゃなくて、はい、いやいや、これゲーム違いませんか、無双スターズです、別ゲーですよねこれね、あーしまった、これは陶器伝だった、いやいや、まあ、しまったって言われましたおいおい、ね、陶器伝もいいんですけど無双スターズも進めてくださいね、はい、はい、了解しました、頑張ります引き続き、はい、そうですか、ということで、せっかくのさあさあ、先ほど、味方になりましたダリウスさんから、はい、派生するステージでございます、新たな友達を見つけるステージでございますね、はいはいはい、どうもね村の方でですね、うん、料理をご馳走になるんだよというところなんですが、果たしてというステージでございます、なるほどなるほど、はいはいはい、さあさあ、じゃあ、今仲間になってるのこの4人、あ、4人かたくさんいらっしゃいますよ、ね、ずいぶん仲間増えたね、もうアーナさんもレベル11まで上がっておりますよ、おーすげー、オープンラもいますよさてさて、ね、このステージね、ダリスさんが出演者でございますからね、それ以外のメンツで、固めて出撃したいと思います、はい、さあさあ、いつにも増して緊張しておりますなんでしょうこの空気、この空気独特でございますいやでもね、嘘つさんすごい面白いゲームだからね、そうですね、じゃあ早速やっていきましょう、はい、これはお話を見ていきながら楽しみだね、あれかな、はい、やっていきましょう、はい、村長と合流せよ、まず村長と合流しましょう、うん、俺たちは今めちゃくちゃ機嫌が悪い、変なの出てきた、お前は憂さ晴らし、監督の口調ができましたね、あ、もう探っていきましょう、はいはいはい、じゃあ早速、あ、いいんじゃん、いきなりいきなり行きましょう、もう序盤にガーンってやった方がいいですよなるほど、無双フィーバーでよし、よし、うん、おーおーおー、私も戦略的にはあるんで、無双フィーバーするといっぱい敵倒せるので、まあ、経験値みたいなのがいっぱいもらえて、すぐにブレイブが上がって優位に戦えるんですよ、さすがです、褒められてるぞすごいな、ゲームやって褒められてるぞ、やった、あ、でもおっさんさすがだな、もう1000人いっちゃうぜ、ほら右下のところ1100、1200っていってます、まあ、早いね、こんなの1448までいきますよ、そう、このフィーバー状態から、道中の敵をなぎ倒しながら村長に合流した形ですね、なるほど、まさに攻防一体でございますよ、素晴らしい実は見た目はこんなんですけどね、ゲーム無双特に大好きでした、はい、遊ばせていただいております、いつも、はい、予備の食材はあったんじゃが、さあ次は料理ができないみたいな感じで、ね、マリーさんのお洋服って可愛いですよね、今度錬金術で作れるか試してみようかな、錬金術を使わなくても簡単に縫えますよ、よかったらマリーが教えます、気持ちは嬉しいんですけど、私お掃除とかお裁縫とかあんまり得意じゃなくて、マリーさんはすごいですよね、家事は得意だし女の子らしいし、うーん憧れちゃうな、マリーは魔法使いみたいなソフィーさんの方がよっぽどすごいと思います私たちお互いに憧れてたんですね、あ、私に憧れる照れくさいですけど、とっても嬉しいです、マリー、君は家事全般が得意だそうだな、はい、マリーはサーバントですから、でもそんなことを聞くなんてどうしたんですか、君に頼みがあるんだ、その料理を教えてくれないか、私はあまり得意ではなくて、なんだそんなことですか、もちろんいいですよ、よかった、ではこれからよろしく頼む、はい、
じゃあ早速行きますよ。はい、どうかお待ちくださいませ、はい、こちらです。あ、お、お、出てた。早すぎる今一瞬だ。はい、天の岩戸1番ですね。お、あ、待って、1番よかった。これさっきあの合体技使うと、はい、さらに天の岩戸慈愛というスキルに変化したりして一緒になってこう、はい、かっこいい。無敵になってさらに体力回復するっていうような効果があったりします。慈愛っていうのの効果で回復するんですか。そうですね、はい、へー、合体技があり、キャラクター、ね、あの全キャラクターじゃないんですけど、はい、あので、うん、お願いします、うん、はい、行きますよ。すぐ助けに参ります。怖いよ。ちょっと敵のいるところまで行きますかね。シャレなんだよ。よいしょよいしょ、はい、さあさあさあ、うん、さあどれですかね。怖い。私ソフィーの声もいけると思うんですよね、はい、すこちらです。待って、準備しないで。はい、はい、正解は4番プニプニ弾でした。やったー。だと思う。復帰の方お願いします、うん、これはホローとの合体スキルですね。はい、敵弾のレシピと。おー、うん、合体技になります、うんうん、レシピってことがいいですね。そうですね、フォローが打った金弾にすごくないですか、うちのフォローちゃんと。そこに敵弾をいっぱい錬金して投げ込む。あー、いけつないわ。一問なしですね。あー、なるほど、まあ、こういったあのそれぞれ の、うん、あのキャラクター、うん、ごめんなさい、ロードしていくのは忘れました、はいロードもそこそこ早いでしょとかね、こういうの。はい、の記憶を取り戻すきっかけを探しましょう。合体スキルはこちら。あ、お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 、はい、お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 、あ、あ、すごい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 、お菓子がどんどん溜まっていく。どこをどうするか。あ、ほんとだ、マリーの、マリーかわいいよね。マリーがジャンジャン投げる。マリー、マリー戦う気あるんですかね、これ。マリーちゃんがくそいっているかもしれません。はい、ハートマークかわいい。もう、マリーね、かわいいな、いちいち。まあ、効果としては、そのゲージ溜めないといけないんですけど。割と手間ですね。ちょっとここに本人いるから、本人に喋らせます。いや、そんな、せっかくやっていただいてるんですから。フォローのスキルでですね、はいはい、たまに必殺技ゲージが満タンになるというのがあるんです。ただこれじゃんけんで 3回3個のランダムになるので、引くまでこれ頑張らないと。あー、引きましたね、はい、満タンになったので、はい、じゃあちょっと敵のところに使ってみましょう。はい、おー、なるほど、正解までが長いな。そうですね、正解いきますよ。はい、こちらです。はい、1番が正解。ちょっとマリちゃんいきますね、うん、はい、お、あ、まあ、溜まってる。いきますよ、うん、マリの本気見せてあげる。誰もいないよ。一人上手。ありがとうございます。一人上手。一人上手でしたね。待っていろ、今助ける。これすごい引き。じゃあちゃんと敵に当てますね。はい、ぜひ当てましょう。よいしょよいしょ、うん、いきますよ。魂を込める。放ちで結果をな。すごい。なんと接したいと思います。これどうなるんだろう。あれ、ジランダをでも、ね、戦闘中に踏むんですね、うんうん、まあ、ちょっと誰もいないところでやってみます、はい、さあ行きますよ、踏んで踏んで、はい、こちらです。お、あ、合ってた。すごい、当たったかな、はい、1番。やった、すごい。バカバカバカ、やった、あ、ちゃんと、あの、ちゃんとプレーンが来ました。プレーンが来ました。ありがとうございます。あの、倒れている敵を無理やり引き起こすっていう、うん、あ、えぐい、凶悪な技なんです。すごいえぐい、面白い。面白い、面白い、ひどい、面白い、ひどい。寝てやられたって言ってるやつをもうそのままやってしまう。すごい、可愛いだけじゃないんですね。すごい、そんなマリちゃん。鉄の靴を履いてるんですよ、ね、あれやるたびにバカバカバカって言うんだよね。そっか、多分もう敵はバカはお前だって思ってるんだよ。中には言われたい敵もいるでしょ。いろんな自由に、はい、どうな
なってるんだろう。ただですね、ちょっとこれあのランダム要素が絡んでいて、はい、違うやつが出ちゃうかもしれないので、何ちょっとその時はごめんなさいということで、はい、じゃあちょっとお風呂入ってみますね。はい、はい、あ、違う、違う、これうちの天子ですよね。かわいい、天子ちゃん出ちゃいました。めっちゃかわいい、お尻、何かわいい、いやゆっくり動いてる、なんかお尻が鍛え上げてるな、はい、あれ正解は天子でした。いや、バカバカ、いや違う。あ、ちゃん大丈夫ですか。大丈夫。おー、はい、馬だ。嘘でしょ。あれ馬のお尻の下に、あれ落ち葉か、びっくりした。大丈夫でした。何かいけ、はい、これ聖域ですね、うんうんうん、ここでですね、ウィリアムいるかなと探していくと、ウィリアムやったしちゃうのか、まあ、こうやってあの人がいる場所にこう iPhone 出てますので、はい、まあ、そこに行くとその人いますので、行ってみると、はい、はい、あ、すごい、やった、正解はスクワットでした。すごい、おすごい、カナダすごいですね。読みました、これは、すごい、はい、ね、ありがとうございます。真面目にスクワットしてます。結構足にくるなって、やっぱりね、キャラを守るというかね。でもキャラを守る、本当にあのこのキャラクターにを原作2号でも英語しか喋れなかったキャラクターなので、うん、英語でずっとこのタイトルもずっと喋ってます、うん、わーすごいですね。え、喋ると英語なんですか。あの声は英語です。え、ダメだ、一言のちょっと分かんないですね、私は何て言ってるか分かんないです。何て言ってるか分かんないです、英語です。あ、掛け声じゃなく今英語だったんですか。英語で喋って、他のヒーローたちはなぜか英語わかるっていう、うん、すごい、心に通じ合ってる、さすがヒーロー。もうじゃあ土下座がある文化じゃないんですね、この人。あ、そうですよね、土下座ですもんね。土下座お願いします。何でも見せてくれる。じゃあお風呂行ってみますね。はい、よいしょ、はい、行きます。頼む、来い、頼む、来い、わー、はい、やったシャンプー、下から舐めないでください。そんな、はい、シャンプーハットでした。さすがに帽子かぶってなくても分かるか。自らのパーソナルカラー、緑。お前さんもいつもと違って、帽子かぶってなくてもってね、これかぶっちゃったから、ね。いや、そうですね。いや、でもこうおちゃらけがやっぱりね、いけるキャラだったんですね。そうなんです。はい。じゃ割と3枚目のキャラクターで、うん、気のいい感じのキャラクターですよ、ね。なるほど。ということで、見たいです。見たいです。ちょっと見たいです。もう。これ有馬ですね。アルカになる時の中での有馬隊長です、はい、なるほど。一瞬なんか胸が A カップの女の子なんて思いましたけど、ちょっとこの辺もこのキャラクター性があって、あの、まあ、ムキムキのキャラとそうでもない、うん、まあ、細マッチョというか。そうですね、だいぶ違います、ね、最初はちょっとムキムキにしたら、あの、うん、原作のルビーパーティーに怒られて怒られてはない、揉めてはないよ、適切に指摘を受けまして。なるほど、そうです、そういったとこじゃないよっていう形で、こう今表見えてないですけど、うん、あのいい感じに肉がついた感じ、程よくなったと。そうです、うん、いうことなんですね、うん、はい、いうこと、はい、ノブニャカ様です。ノブニャカ様、とりあえず見てみて、かわいい、こっち見た方がいいかな、あの蝶まで掴みたい、かわいい、こんなね、ノブニャカ様もちっちゃいけど、これちゃんと戦うんですか。声はダンディーですごい戦国武将らしいキャラクターです。そうなんですね、ギャップがいいですね。はい、じゃあまずは、まずはって言っちゃった、お、ね、スロットマシンありました。スロットマシン、私が出したやつ、イエーイ、大元気がちょっと遊んでますね、はい、うん、すごい押してる。押してる。あ、ダメでした。これでも当たる時もあるんですか。当たる時もあります。当たると何かあるんですか。当たると喜びます。喜ぶ。笑顔が一番だ。確かに。そっか。もう、はい。でもまずはってことは、そんなのがあったり、はい、はい、はい、こちら。まだある？あ、ほら、あ、ソフィーちゃんいました。ソフィーいる。本当。トランプやってるじゃないですか。そうなんです。カードゲーム。カードゲームだ。カードゲーム。ほら、シュウソさんもいます。TCG とかかと思ったら、そういうことですね。なるほど、なるほど。カードゲームやってる。こんな感じで、カードゲームが。和やか。じゃあ、要も正解。まだまだ、まだまだあると思いますよ。はい、んどこに行くの、ほら、あそこに何か。あ、おお、え、アーケードゲームだ。あ、マリーだ。マリーが遊んでる。ちょっと聞いてみましょう。めっちゃやってる。遊んでますよ。何やってる、
手芸やってんのかな。懐かしのテクモの古いゲーム筐体、これ再現しまして、実は遊んでるのは力強いです、本気で遊んでますけど、だんだん熱くなってきますけど、これ忍者龍拳伝やってます。すごい、横から乱暴にやる。あ、負けちゃいましたね。負けちゃいました。死んじゃいました。かわいいな。すごい落ち込んで。すごい。いやいや。そう。これもあの、まあ、知ってる人はあの気づいてもらえると嬉しいんですけど、うん、あのいろいろとこういったネタが満載になってますので、うんうんうん、とあれまだもう一個ある、ね。まだあるある。まだある。これマジで全部じゃない。まさかあれもあるんでしょうか。あれも。まさか。まさか。あ、まあ、なんか置いてありますよね。あ、お、あ、なんかコードがある。嘘でしょ。バレーボール。おお。わ、すごい。すごい。あの声聞きました、あの超音の。はい。すごい、あれ、え、打たれてるのオプーナですか。いやいやいや。違いますよね。オプーナダメです。オプーナではない。オプーナってダメです。はい。まあそんなことで、実は正解はすべてある。4、うんうん、はい。ソフィーちゃん。ソフィーで設定しました。で、うん、先ほどの衣装、うん、このキャラクターたちに今つけましたので、おあとは、うん、実際に戦ってもらうところで見てみましょうか。はい、お、もう分野が、はい、ではよろしくお願いします。怖いな。この前もでもニコ生で少しやらせていただいたんですけど、12月のプレッシャーなので、きっと大丈夫でしょう。大丈夫ですかね。今コメントでみんながなんか年齢を言うっていうコメントになってます。年齢を言う、はい、みんながね、幼い頃って言ってたから、はい、俺なんか40だぜって。あ、俺なんか51、言っても小学生とかの時ですけど、幼いと言うても、ね、はい、結構大人たちが見てくれてるんですよ。 ありがとうございます。やっぱだから長いファンがね。そうですね、本当にありがたいです。これちゃんと、あ、衣装、はい、服を着てる。これ先ほどのオオカミの衣装を着てる。あ、これ味方だった。これ味方でしたね。本当だ、かわいい。敵はどこ、はい、敵はどこなの。今までの衣装と比べるとなんか、そうです。え、これやばい、大丈夫ですか。大丈夫です、これいきなり戦って大丈夫ですか。あ、マリーも今オプーナの衣装、エナジーボンボンついてる。かわいい、オプーナの衣装。わあ、すごい。多分後ろを振り返ると、はい、変な野球選手たちがいると思う。え、変な野球選手たち、変な、あ、いたいた、なんかバットを構えてたよ今。絶対いちゃいけない人たちが。え、バットです。バットじゃないです。いや、バットじゃない、剣なんですね。はい、武器はそのままで。あ、武器はそのバットに見える。なるほど、びっくりした。そこまで凝ってたら面白いですね。でもすごい、アクションはそのままに、あの衣装だけ変わって、まあ、うんうんうん、しっかりなりきってアクションは楽しめる。そうですね。でも衣装違うだけでだいぶ雰囲気違いますね。そうですね、うん、今後も増えていくんでしょうね。わかってます。どしどし、ね、毎週毎週で、え、あの3キャラクターずつ配信してきます。毎週なんですね。シーズンパス買った方は毎週。あ、なるほど、これは楽しい。いや、いつかジェットオアアライブ的な要素を含めて水着とかね、うん、おー、出てほしいですよね。そうですね、いろんなそういうとこもやれたらいいですね。どこなんだと、どこ行ったらいいんだ。迷ってる、迷ってる。すごい野球選手。こっち行かないと、ね、こっち行かないと。野球選手目立つな。野球選手すごいですね。ね、じゃあちょっとその辺で無双フィーバーなるものを使ってみてもらいますか。で、ね、はい、できる、そんなこと。え、今もういいんですか。大丈夫です。 敵じゃんじゃん出てきます。あ、そうなんですね、はい、じゃあ行きます。えい、お、来るぞ来るぞ。応援してね。はい、応援しますよ。応援してる、応援してる。怖い、なんか。なんだろう。すごい、ビール飲みたくなる。よくわかんないけど。いやー、もう応援してくれるんだ。よくやった。なんか帰りようを持ってるみたいな。え、本当そうなんですよ。それでライブ会場かのように。アニマさんもな別のアニメみたいな。やっぱ少年コミック出てくる感じ、面白いですね。キリッとするキャラが頑張れ頑張れって胸を上げてると、いい草振りだ。本当ですか、褒められたんですね。野球選手に、野球選手に嬉しいな。まあ、そんなあの、はい、いろんな衣装続々配信してきますので、はい、あの、ぜひぜひシーズンパス見ましょう。はいはい、このステージ実は私遊ぶの初めてでございますので。あ、そうなんだ、普通に楽しんでおります。さあ行きましょう。はい、
さあ、まずどこから行くのかな。きっと大きな戦力になる。さあ、状況的にはでも残念ながらどこにいるかつかめていない。どこにいるかわからない。なるほど、こちらでじゃあ探す感じなんだね。はいはい、中央を制圧しよう。いや、しかしやっぱさすが操作慣れてますね。いや、やっぱさすがだよ。どんどんキャラクターも増やしていって、トラップがいっぱい出てきますよ。あ、ミレニアさんね、これ罠を使うのが今日得意なキャラだからね。さあさあ、ボスが出てきた。あ、すごいね、やっぱあっさりやっつけちゃうね。オーローちゃんもね、遠距離攻撃が使いやすいんですよ。いや、いいですね、この女の子が列をなして歩くっていうのは。いいですよね。じゃあそこに野郎が一人。これ良くないですか、この構図。あ、これもいいね。この構図いいでしょ。ちょっとしたハーレみたいな感じだ。いいでしょ、戦う男ってのはいいもんじゃないですか。いい、両手に腹ですよ。さあ、仲間ちゃんと見つかるかな。まあ、味方はどこにいるのかな。なぜそこまで戦うの。まあ、とりあえずね、あの中央拠点を制圧しようということなので、そこに行ってみましょう。はい、この妙な世界。お、あ、かすみさんが。どうだこれは。実験するつもりなの。お、かすみさん発見しましたね。発見しました。接近せよ、行きましょう。うん。さあさあさあ、近寄ってくるやつは、どんどん投げ払いだ。投げ払って。アンダさんね、ダッシュ攻撃が強いんですよ。アンダさんのこれがね、さっきも画面見たんですけども、すごい強いんですよね。あなたたちを倒して、うん、ここから抜け出してみせる。あら、ほう、邪魔をしないで。まあ、まずは敵からですかね。ね、さあ、出てきましたね。何の話だ。おっと、強いぞ、強いぞ。いけるかな、おっと、ちゃんと。大丈夫。よけても無駄よ。ガードもしっかりと。あ、いいね。困った時は必殺技だ。あー、いいね。おお、アーナさんね、かっこいいね。大変使いやすいキャラクターに仕上がっておりますよ。どうしても話を聞いてもらいたくて。いいですね、美しい英雄さん。この世界を救う。